眠い何かあの夜中夜中起きてようと夜中起きてようと思ってこう午前中にこう寝てたらなんか寝すぎて逆になんかすごく眠い。 クマたんとお揃いみたいいみな服で可愛いえっこれさ見てこれさこれさ本当にさクマになる今日すごいなんか顔がむくんでてやばいかもしれないすごいむくんでるあツイッターはいツイッターするできたかしら 初見です。あら。くまたんです。くま。はじめまして。よろしくお願いします。くま。なんか神がなんかあな。あっ、ツイートできた。ツイートできたら。いやったぜ。あおいちゃん受験終わったら、発音からしかいきます。待ってて。え。 もしかしてあのもしかしてあのさあのえっずっと会いたいと思ってたえっしい嬉しい,嬉しいやっぱ今日顔がなんかすごいむくんでるかもすごいむくむくむくまあいいよね昨日さ ラーメン食べちゃったからむくんでる皆さんはどんな年末を過ごすのでしょうかこれからバイトあるので大晦日か働いてきや偉 <laughs> え,えらいよそんな偉いよそのねその労働でその労働で こう世の中が回ってるからさえらい世の中回して偉い年越しお仕事なんです偉い偉いよん今日そば食べる今日そばも食べると思うしあのうどんもねうどんも食べるしお菓子も食べるしなんかなんなんか全部食べる。

花筋が生まれてほしい花筋よ生まれてくれ来年はたくさんいちゃんに会うこと目標うれしいそんなんやっぱ今日なんかすごい顔がむくんでるなまあいっかそんな日もあるよねリップが塗りたい リップが濡れたかななんかすごい赤くなっちゃったかもちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってあ、あいなにこれゆくゆくって何な,なんかくまさんがくまさんの 全然読んでなかったかも。ごめん。ごめんねー。行く年来る年と,とは何それ。え、かわいい。あ吉野だ。吉野だ。熊 <laughs>。ありがとう。かわいい。虎。虎の上に熊があ。ありがとう、熊。 えあのさこの間のさあのあれあれあれあのなんだっけあのさあのこの間の台盤のイベントであのライブでさ見えたあのね髪切ってたでしょねめっちゃ可愛くてね発狂するかと思ったかわ,えかわい,い髪切ってるじゃん可愛い,い 2022年1年ありがとう葵のおかげで楽しい一年だったよ。来年もうしえー、嬉しいあーあう嬉しい。私も吉野のおかげでね、あの、とってもとっても頑張れたし幸せな一年だったよ。嬉しい。嬉しい。え嬉しいあ。あの、髪切ったのがもっとあのお話し会とか、あのジロジロ見れるのを楽しみにしてる。え、本当に可愛かった。あの 2022年ありがとうボードもう見えてねああうれしいこちらこそだよという気持ちになったなんかうーんうれしい <laughs> この間の <laughs> お話会でいっぱいいっぱい伝えたかったことねいっぱいね感謝していることとかまああの言葉では表しきれないんですけどなんか伝えられたかなって思うんだけどねうれしいああ来年もよろしくねあはは 阿佐ヶ谷姉妹さんいやめちゃめちゃ可愛かったいや阿佐ヶ谷姉妹さんが可愛くないとかじゃなくてあの可愛いんですけどあのよしの可愛かっためっちゃ可愛かった超可愛かったうれ <laughs> しいうれしいっすよわいわいあなんかまたあるかもあ先輩だ先輩わあありがとう先輩トラ 虎の熊行く行く年来る年 <laughs> うわ嬉しい <laughs> ありがとね <laughs> えなんかね今年はもうほんとに先輩にたくさんあのたくさんあのね助けてもらったというかうれしいうれしかった <laughs> ほんとえっ何モンあーえー <laughs> え<ー笑>えなんかモうく <laughs> あ ありがとうなんかすごくなんか課金課,課金されてるけど私大丈夫あの、なんかそのそのあれであのなんかおにぎりとか買えそうな感じだけど大丈夫。<laughs> あ,ありがとうありがとうございます山田桃かさん。ありがとうありがとう。<laughs> えー、今度なんか,おか,なんか,おおかな、おにぎりかなんか、お菓子、お菓子から、おにぎりかなんか、買ってあげるね。<laughs> ありがとう。今年、今年は、ありがとうございます。来年もはい、お願いします。<laughs> おにぎり、おにぎり買う、本当おにぎり買えるぐらいのあれだよ。うん、なんか、なんか、今度、チョコか、なんか。買ってあげるね。<laughs> ジュースジュースとかでもいいよ <laughs> びっくりしたわなんかさ結構思うかなんかあのメンバーのあれにさなんかあれじゃないあれ,あれにあれなんかすごいや <laughs> 変わんない何これ <laughs> ありがとうございますありがとうございますね <laughs> あごめんね先輩の 先輩の読んでる土地だっ <laughs> た。ええー、助けてもらってなんかちでいやこっちこいや,こちでこいやなんかねなんかねなんだろうあのねなんか先輩とお話できた時間がね本当に全部全部幸せでなんだろうなんか話してるとねとってもなんか落ち着くというかね <laughs> 楽しいなんかあ楽しいなっていう気持ちになる <laughs>。 <laughs> 嬉しい <laughs> なんかすごいね、あのー、いっぱいさ褒めてくれるからさなんか私はこうなんだろう、あのー、あんまりこう自分で <laughs> 自分のことをねなんか褒めるのがさ褒めるのが苦手だからさなんか <laughs> 先輩がこうたくさん褒めてくれるとねすごくなんかあなんか支え,支えてもらってるなというかすごくね あ嬉しい頑張れるっていうなんかもうなんか泣きそうな泣きそう泣かないんだけどなんかすごくとにかくね嬉しい嬉しいなっていう気持ちになるから本当に本当にありがとうございます来年もどうかよろしくお願いします <laughs> 今年は出会ってくれてありがとうございました <laughs> ありがとう <laughs> 牛丼、牛丼、美味しく食べなさい <laughs>。いいな、私も食べたい <laughs>。いいな、美味しそうあ。あ待って、またあるかもあ。あっ、そらてあありがとう。わあ、ありがとう。うとう <laughs> なんか、あれ、今なんか大丈夫かな。あのね、そらてのことが大好きだからね、あのね、 全部どんなソらたでも大好きなんだけどねあの私もねソらたが幸せでいてくれるとねあのとっても幸せな気持ちになるのよ <laughs> シナモンとシナモンとシナモンに会えた <laughs> 今年も頑張った嬉しいいや嬉しいなんかねもうソらたがね言ってくれるね言葉のねなんだろうなんか一つ一つがね あもう全部「うわーわーって心が「わー嬉しい!」ってなるのわ <laughs> かるこれちょっと語彙力が語彙力がさちょっとないんだけど <laughs> 23日の「僕が天才でした」<laughs> そうあれねめっちゃさあのバッチリな位置にいてくれたよね <laughs> めっちゃね見えてね嬉しかったあの「い」が取れたのはちょっと気づかなかったけどねとってもつっても。 嬉しかった。あのこれからもね、あのそれってのことがずっと大好きだから、あのそれてもいっぱい大好きを伝ってくださいあ。ありがとうね。来年もずっとずっとよろしくね。ありがとう。<laughs> 嬉しいよ。待って全然読めてなかった。ごめんごめんなさいっ。あまささんありがとう。なこれさなんて書いてあるのかな年越し？あありがとう。 あ、新入社員さん、良いお年よ <laughs> あ、はちゃちゃん、ハート、ハートいっぱいありがとうあ、しおちゃんもありがとうあ、それでもほしい、ありがとうぽん、ぽんちゃん、ぽんちゃん、良いお年よあ、ふうこちゃんも、良いお年よーさおちゃんあ、ありがとう、なんでこれ年、年あちょっとね、目がもうね、ちょっとなんて書いたんだ、これは年越しかな年越しありがとう あ、ゆうもじゃあ,ありがとうえいちゃんもありがとうあまことさんとまりこちゃんもよいおとよああずちゃんもありがとうしうちゃん結婚して喜んで幸せにしてね <laughs> あ名前さんあありがとううどんみたいなありがとうあみれちゃんもありがとうあ名前さんありがとうあふみかちゃんありがとうあももかちゃんも年越しありがとう あ上太郎さんも星しいっぱいありがとう。あ先輩も星しいありがとう。あももち星みたいなありがとう。あまりこちゃんいよいお年を。あ山田ももさんありがとうございます。梅 <laughs> 太郎さんもありがとう星しい。あはちゃちゃんもありがとう。あココちゃんはトありがとう。もりこちゃんもありがとう。あっよしのいっぱいありがとう。 あ花つん年越しありがとう。もりこちゃんはたありがとう。あのぞみちゃん年越しありがとう。あみなみちゃん年越しありがとう。ゆうだいさんもありがとう。あっりこちゃんいよいお年を。先輩も星ありがとう。あしおちゃんあ,し,あしおちゃんあ,しお,ゃんあしおちゃんもあ嬉しい。あのトラさんのやつだ。<laughs> 葵さん、なんですかー <laughs> しおちゃん、嬉しいありがとう <laughs> とら、ありがとうくまースクショしちゃおう <laughs> ありがとおいちゃんに出会えて幸せな一年でした出会ってくれてありがとうあーこちらこそ嬉しいえめっちゃ嬉しいえあのねしおちゃんがねしおちゃんと一緒にね過ごせる時間がねとっても幸せだしねえもうなんかこちらこそなセリフすぎるえ今日さあのショール,ルームしまわせたらさ行くねーってさあのくれたじゃん <laughs> なんかあしおちゃん来てくれると思ってね待ってたのよ来てくれるの <laughs> 嬉しい えなんかこちらこそ本当に本当になんか出会ってくれてありがとうなんかさ結構前だけどさなんか私がもうさなんかすごいなんかあれ本当になんかあんま強くなくてさなんかみんなになんか嫌な思いをいっぱいさせちゃってるかもしれなくて本当に申し訳ないんだけどなんかなんかその時にさなんかあのなんだっけなんかお城みたいなさタワーを確かさなんかあの建ててくれたなんかあの。 なんか別にタワーがあれとかじゃないんだけどなんかあのなんかさそんなさなんか弱ってる人間なんてさなんかあんま応援したくなんか応援したいって気持ちにあんまならないじゃんだけどなんかこう励ましてくれてさなんかなんかねすごくねあの救われたっていうかねすごく嬉しかったのよ待って泣きそうになっちゃうんかね本当に出会ってくれてありがとうなんか。 嬉しいよ。<laughs> ありがとう。来年もずっとずっと。よろしくね。ありがとうね。本当に。うわあ、嬉しい。なんか本当にね。出会えて幸せだよ。ありがとう。あ、特別公演も昼。嬉しい。頑張る。頑張るん頑張れる。ああ、頑張るぞ。う <laughs> え、あれどこまで読んだっけ？あ、あやったよよ。私をあしーちゃんもよいよ。私よあほのちりんありがとう。あ、しょまさんもありがとう。良いよ私をあまゆゆだわー。ありがとう。あ嬉しい。ありがとう。え、可愛い,い！<laughs> なんかねあの眉とねあのお話できる時間がねとってもなんか癒されるしなんかねなんか幸せをねなんか私がね幸せにするあの立場のはずなんだけどねずっと毎回ね幸せをいっぱいもらってる <laughs>。<laughs> 年年ありがとう毎日大好きだってお世話になりました <laughs> 私も毎日大好きだ私あの今年もね出会えて本当に幸せだったしね。あの そうだあのあのねシュシューねあの <laughs> レッスンの時ねもうねなんかいつもねつけてる <laughs> だからねあのお揃いなのよ <laughs> 恥ずかしいしちょっと <laughs> あのねあそうなんかうちはもうねとってもとっても嬉しくてなんだろうなんかさなんかさなんか私のためにさこうさなんかなんかうちわとかもそうだしなんか全部さなんかあ 愛だよねなんか嬉しい本当になんか <laughs> 語彙力なくてごめん <laughs> あのー、あのさうちあのさ,うさ,う,さ,う,さうさぎついてるやつ <laughs> すごい嬉しくてさなんか嬉しい私もお揃いの師匠ペンライトにつけてライブ行けばす <laughs> 嬉しいえー、もうねなんかね頑張れるなんかね私は本当にねお話し会お話し会とねライブの 時間がねマジでね生きがい生きがいだからさなんかね前とこうお話しできる時間も全部幸せだしこうライブでこうなんかねああってねなんかなんか来てくれたんだってねこう目が合ったりする瞬間がね全部幸せもうそのために生きてると言っても過言ではない <laughs> 重い重くてごめん <laughs> <laughs> とりあえずあのー、なんか出会ってくれてありがとう来年もずっとずっとよろしくねありがとうね嬉しいよ嬉しいよ待ってる、ね、どこも、ま、ちょっと容量が悪くてさどこまで読んだかちょっと分かんなくないあさサぴピョもありがとうあエミューさんいよいよ私よをあまマサさんもありがとうしエミューさんありがとうそらてはありがとう あまたエミューさんありがとう。ゆうかちゃんも結婚して喜んで幸せにしてね。<laughs> あっパタちゃんありがとう。ケイさんよいおとしよう。あはちゃちゃんありがとう。あかおりちゃんよいおとしよう。あっビオさんありがとう。あっまりこちゃん結婚して。わあ嬉しい喜んで幸せにしてね。ありがとう。ギルさんよいおとしよう。あっなすなすさん星ありがとう。 あ、しーちゃんありがとうほしいあポークソートさんうどんみたいなありがとうゆうかちゃんも,もハートありがとうあっディマさんよいお年をありがとうまあ海太郎さんありがとう虎さんのあのくま、くま、くまトラさんタワーありがとうくま、ありがとうクマ,うクマえー、嬉しい来年もよろしくねえー、こちらこそなんかね ずっとずっとあの最初からさなんか梅太郎さんには何だろうなんかね救われてばっかりですよなんかさなんだろう梅太郎さんがねかけてくれる言葉なんか一つ一つにもう全部全部ね救われてるしね何だろうああ伝えたいことが本当にいっぱいあるんだけどなんかあのね すすごいすごいいね助けられてる本当にいつも。なんかさライブとかもさこう絶対絶対さあのー、あ毎回この間もさ見つけたんだけど <laughs> 気づいてくれたこの間さなんか本当にねあんまりなんかさなんかあの配信だったらどうか分かんないけど多分さあのー、すごいねなんか。 なんだろうちょっと体調があんまりあるなんかあれでねなんかもしかしたら「あれ?」って思わしちゃったかもしれないけどね本当に申し訳ないでもなんかさこうやってさなんか芽太郎さんとかがさこう毎回なんかお話し会とかもさライブとかもさこうやって絶対絶対会いに来てくれるのがさこう当たり前じゃないじゃんなんかだからさなんかあああやってさ会いに来てくれる こう一回一回をさあなんかもっともっとなんかってなんかずっと本当に私が思ってる以上にずっと特別なことなんだなと思ってさだからなんかもっと大切にしたいなとさすごくなんか反省ではないんだけど思ってだからね来年は来年はもっともっとねあの応援しててよかったなって思ってもらえるように頑張るのであの来年もずっとずっと。 一緒にいいてくれたら嬉しいななんかねなんか笑われたんだけど <laughs> ありがとうなんか本当に助けてもらってばっかりですよ来年もなんかいっぱい幸せにできるように頑張るね今年は本当に本当にありがとう <laughs> なんかもう本当に顔がむくんでてさ これでさこれでこれでさ配信してもいいなんかさここの余白がなんか今日本当にむくんでるんだけどちょっとムクムクすぎるあまりにもムクムクどこまで読んでいくのあギルさんよい私を あ,あ、昆布ちゃんありがとうハート先輩もありがとう星あ、のぞみちゃんだあ、ありがとう最近いろ,いろあって何もできなかったけどあわちゃんに出会えて2 0 2に幸せだったよへ嬉しいえ、全然あのねそのねあなんかねあの嬉しいの私がねのぞみちゃんになんか出会えて本当にね嬉しいなってね最近思う <laughs> 追加は夜行く本当 ありがとうえー、なんかさのぞみちゃんがさこうなんか頑張ってるなんか毎日さたくさん頑張ってるのをさ知ってるからさ何だろうあのー、私がちゃんと幸せできてるかなっていっぱい思うんだけどねなんか幸せをもらってるのは私の方なんだけど結局 <laughs> なんか嬉しいのよなんかね なんかちょっとさあのー、似てねえよ似てねえよって思われたらあれかもしれないんだけどさなんかのぞみちゃんなんだろう私にさちょっとに似てるというかさなんかなんかこうやって出会えたのもすごく幸せなんだけどあのなんかもし違う世界線とかで出会っててもなんかすごく仲良くなれてたのかなってなんかね思うぐらいなんかすごくねなんかなんだろう ピタッとくるとるころをね感じるからねなんかのぞみちゃんがね幸せでいてくれることがね本当に私の幸せなのよだからねあのー、ずっとずっと幸せでいてほしい待って語彙力がないよね本当にでもねとにかくね大切な存在なのよとにかくすっごくすっごく本当に大切な存在だからねずっとずっとね幸せでいてほしいし私が 幸せにしたい <laughs> この前先生におちゃんと似て,てるって言われたんでえ嬉しいなんかやっぱそうだよねそうだよねとか言っちゃった <laughs> 嬉しい <laughs> あのねああああ,あのさ23日さクマさん見えたえもうかわいすぎてかわいすぎてねクマじゃんクマかわい <laughs> 待って語彙力が本当になくてごめんね <laughs>。とにかくねかわいすぎてね 私はね幸せでした幸せでした本当にかわいいまたやってね超超かわいくて超似合ってたからまたやってね <laughs> え嬉しいあ幸せになります嬉しい、ね、嬉しいようん頑張れるよありがとね <laughs> そうそうそうびっくりしたあくクマちゃんと思って嬉しいよ はあ、りがとうね、皆さん。あ、モンカールさん。よう、年をありがとう。うん、ありがとうね、みんな。あ、須藤さんだ。あ、嬉しい。須藤さんだ。あ、くま、ありがとくま。クマ <laughs> えなんかねもう全部全部覚えてる須藤さんとのことあそうそう昼来てくれるんでしょそれも見たえもうね全部全部覚えてるあのね <laughs> 全部全部嬉しくて全部全部覚えてるよ <laughs> なんかさ <laughs> そうすクすくしちゃうあのさいなんか審さんの時もさずっとずっとなんか あのスドンさんのおかげで頑張れたしさなんかなんだろう例えばさなんかこうなんか合格してからもさなんかこうあのー、こういろんな人が私のことを好きになってくれてまあなんかまた私と別の場所でこう幸せにね暮らしてるだろうなみたいな何て言ったらいいんだろうなんか最近なかなか。 会えないけど、まあ、最近というほど活動もまだ1年目だけどさなんか今なんかどこで何してるんだろうなあの子みたいにさ思うこととかもさ結構あるんだけどさなんかだからさずっとずっとこうやってさなんか一緒にいてくれるのさ本当になんか当たり前じゃないというか本当に奇跡だと思うからさ。 なんだろう今年初めから葵ちゃんに会えて楽しかったえー、嬉しい私もね須藤さんがねいてくれたからもう全部頑張れてよ全部あの覚えてるあのさなんかあの審査のさ時にあのなんか指原さんのなんだっけなんか指原大名字みたいなやつなんか <laughs> とかね全部本当に覚えてるしねなんか合格できた後になんかかけてくれたなんか嬉しい言葉とかもなんかその後と もうねずっとずっとショールームもずっとずっとなんか変わらず来てくれるのもねあっ須藤さん嬉しいなぁと思ってあ嬉しいなんかこの先もずっとずっと一緒に入れたらいいなと思うからあの好きでいてもらえる私でいられるように頑張るからよろしくお願いします <laughs> ありがとう本当に <laughs> ありがとうね嬉しいよ私は。 あ、それってもうハートありがとう,うわ嬉しいよちらちらあ <laughs> そうあ <laughs> わみんなあっわほんにありがとうずっとおしめんだよあ嬉しいそう,そうそうそうなんか差しあらさんのさあの私がなんか合格したらそうそうなんかかなって言ってくれててすごい嬉しかったの <laughs> ありがとうね <laughs> あ あずちゃんも、わあ、ありがとう。くま、ありがとう。くま。ああ、嬉しいよ。あずちゃん、私の人生やられてくれてありがとう。年末はもっともっとたくさんやるように頑張るの大好き、えー。そんな、ええー、嬉しい。え、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 私こそね、なんかあずちゃんが。なんか私のこと、さあ、なんか。出会ってくれて、本当に好きになってくれて。本当に嬉しいよ。なんかね。なんかお話できる時間もさ。 なんかあのツイッターとかであのかけてくれる言葉もさ全部全部なんか幸せだしさ本当に出会えてよかったなと思うのよいつも <laughs> なんかさあの激応 <laughs> そうなんて仕方ないじゃん好きなんだもん <laughs> なんかさあの話会とかでさ結構よくさあのなんかさあのイケメンイケメンあずちゃんにさなったりさの サンタさんの時とかもさなんかあの可愛くてさなんかすごい個人的に勝手に楽しみにしてるからあの来年も何,何かイベントがあればお願いしますという気持ち <laughs> 楽しみにしてるの可愛くて <laughs> 嬉しい嬉しいんだよあなんかあずちゃんとさそうそう なんか初めてさお話しできたのが多分夏ぐらいなんかそれからさこうなんか思い出を増やすなんか嬉しいなみたいになんか言ってくれてたじゃん <laughs> なんかねそれは私のセリフなのよ本当にあこれから頑張りますよろしくお願いしますありがとう本当にちょ,ちょっとファンファンみたいになっちゃう <laughs> ありがとういでもずっとずっととよよろししくね嬉しいよありがとう本当に。 いやありがとう。あディバさんもありがとうかわいい。あっよい私よを。あまゆゆ結婚して喜んで幸せにしてね。ありがとう。くまくま。これこちらこそありがとうね。いつも大好き。う <laughs> れしいよ。ありがとう。ぴょこぴょ。あなんかこれこうしたらさなんか犬みたい。ちょっと犬みたい。 あこれでさむくみを隠そうかなあこれでむくみを隠そうかなこれからも自慢で最強のおしむ2023年現場を打ち明日だったのでよろしくね嬉しいえ嬉しい15日とってもたくさん幸せにできるように頑張るね <laughs> 嬉しいえちょっとさこれさ顔も隠れるしさ良くない あっそうだ今日さなんか最近あんまショールームでさ歌えてなかったからあの今日はちょっとだけ歌おうかなと思ってるなんか <laughs> 需要があるか分からないけど多分みんな多分需要あるよって言ってくれると信じてるからあれ言わないけどあのそうなんかちょっとだけでも歌えたらいいなと思ってる羊確かに。

くあ、はちちゃん、ありがとう。あまことさんもありがとう。あ、たけっちさん、ようやとしよう。じまさん、ありがとう。あ、みやびちゃん。よ。ありがとう。みやびちゃん。うわーい。え、嬉しい。なんかさ。<laughs> 嬉しい。なんかみやびちゃんのさ。なんかツイートが全部嬉しくてさ。 あのこの間さあの初めてお話できた日とっても嬉しかったなんかさあのなんか私がこうななんか何て言うなんかあのそすかんか話してたのがなんか不思議みたいな感じで言ってくれてたけどさなんかえ私こそねなんかみやびちゃんがねかわいすぎてねもうずっと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 ,ずっとね あのー、会いたかったからねあ夢みたいな時間っていう気持ちだった <laughs> 嬉しかった <laughs> なんか毎日さお仕事もさ頑張ってるのをさ知ってるから嬉しいなんか私がさなんか少しでもこう幸せにできてたらいいなって思うどうかな <laughs> どうだろう なんかあそういえばね「あお話会本当に楽しかった幸せありがとう葵ちゃん可愛かった嬉しい!え」なんかね多分ねみやびちゃんもねすごくね楽しいって気持ちで、ね、いてくれたのはねすごく伝わってるんだけど、ね、多分ねみやびちゃんが想像してるあのー、500倍ぐらい私もね幸せでね楽しかった <laughs> すごい幸せで嬉しい時間だった <laughs> えー、嬉しい なんかさあのなんだろう本当にねどんな時でもねみやびちゃんのことねあの応援してるしね大好きだからね何だろうあのずっと精神的には <laughs> 近くにいるので待って恐怖かなそんなこと言ったら <laughs> ずっとずっと近くにいるから <laughs> 来年もよろしくねありがとう。<laughs> ありがとうね本当に。 こんにちはこんばんははディマさんありがとうあ、頭文字ちゃんありがとうあ、鎖骨さんありがとうあ、ショマさんだありがとうあ、<laughs> 待って笑っちゃいけない <laughs> 待って笑っちゃいけないあの、たけるさん <laughs> 変な笑い方がしちゃった <laughs> ありがとうマ <laughs> ロ「お、ま、い」って言われちゃった <laughs> ありがとう<笑><笑>あのな,なんだかんだねたけるさんがね私のことをねあのすごく好きでいてくれてるのはとっても伝わってるしとっても嬉しい<笑><笑>なんかねヘラヘラしてるって言うけどねヘラヘラしてるわけじゃないんだよ あの嬉しい。嬉しい。嬉しいから話せるのが楽しくてああなっちゃうんです。そしてあの煽ってるわけではないんですよ。<laughs> でもなんかなんだろう。あのね、お話できる時間がこうね。ないつもちょっとね。お話会でなんか？ 真面目に真面目に話せないからさ <laughs> ちょっとちゃんと伝えさせてね <laughs> あのー、本当に本当にね出会えて幸せだしねなんかお話できる時間はなんか多分私の方が楽しんじゃってると思うってぐらいで話せる時間が全部大好きだしねあのー、ツイッターではねいっぱい可愛いって言ってくれてるのも知ってるしね お願いされちゃったんでツイッターもいっぱい見てます <laughs> なんか本当にありがとう <laughs> なんで見てって言ったじゃんそっちが言ったからね見てるんだよ <laughs> いやでも <laughs> ありがとう本当に <laughs> 来年もよろしくお願いします よろししくお願いします、ね、1年あざしたこちらこそはい来年はもっとなんか真面目に「ありがとう」と「好きだよ伝えられるように頑張りますと言おうとしたけど結局ヘラヘラしてしまう気しかしないですがよろしくお願いします <laughs> ありがとう <laughs> ありがとね モリリンちゃんわーありがとうくまありがとうくまーあー嬉しいよ <laughs> それなんかフラグフラグ立ててる <laughs> フラグかな <laughs> あ,ありがとうモリリンちゃんあ嬉しいよ <laughs> なんかね出会えて本当に幸せよありがとうなんか私のこと どう思っててくれてるんだろう <laughs> でもねツイッターツイッターとかもねこうリプを送ってくれたりするの全部見てるからねすごい嬉しいのよ <laughs>。ありがとう、ね、いやうしいよ。<laughs> なんかねもっともっとねモリキンちゃんのことが 知りたいと思う <laughs> なんかなんかね本当に本当にねあっモリリンちゃんえずっとさちゃんだと思ってたえ本当に申し訳ないえでもさ可愛くないずっと女の子だと思ってました本当にごめんなさい <laughs> 僕は男ですがモリリンちゃんでいいです <laughs> 本当にごめんなさい本当に申し訳ない <laughs> じゃあこれからあのー、ね愛を込めて「モリリンちゃん」と呼ばせていただくのでよろしくお願いします <laughs> そう可愛い,いからねちゃんづけしちゃうよちゃんづけで OK いとおしいです <laughs> 私も愛おしいです今日も君がいとおしいじゃん <laughs> 今日もりりんちゃんと来年もたくさんたくさんたくさん一緒に過ごせますようにあわよくば来年だけではなく再来年もその次も過ごせますように。 一月お話しか行きますいやー待ってます <laughs> マジでお話がいお話お話会が行きがいなのであのー、超絶楽しみにしてます待ってるねありがとう <laughs> 嬉しいよデラデラはカメラさんありがとう <laughs> な可愛い,いアバター可愛い,いあみさきちゃんありがとうほしい あまゆもハンタありがとうあまなちゃんもありがとう年越しだってありがとうあまなさんもほしいありがとううまっもうむくみがやばいからさちょっと喋ってる間ここでいいちょっとさクリップかなんか取ってこようかな <laughs> ちょっとずっと手で押さえてるかな <laughs> ちょっとずっとこれでいかしてもらうわむくみがやばいからさ 鼻水止まんないわあはちゃちゃんだわーありがとうはちゃちゃんえあのさ、ね、<laughs> あれこれクマ持つとさここがさ取れちゃうんだけどどうしたらいいこうしようもうね絶対にむくむくんでる輪郭を見せたくない <laughs> エイ <laughs> の,のさエイの裏側の <laughs> 見たよう <laughs> れしいよ <laughs> なんかか,かわいかった想像通り <laughs> なんかさあのはちゃちゃんあの私のさお誕生日の時にさ多分さあのはちゃちゃんと会えた気がするえ気のせいあのさ私はそっからさ もうさはちゃちゃんのことをさずっとずっとずっと覚えてるしさずっとずっとあのはちゃちゃん大好きって気持ちでいたのにさなんかお話会会んか3回目ぐらいでもさ「あのはちゃちゃんと言います」みたいな,なんかもう知ってるよとっくに知ってるよって <laughs> 思ってた <laughs> なんかでもね嬉しかった <laughs> なんかねなんかすごいさ 赤子みたいにさ。赤子って言われるんだけど。私はあと8ヶ月でなんと18歳になるので、そこのところよろしくお願いします <laughs>。よろしくお願いします <laughs>。そうだよ。えん、ー、すきえ。私も大好き。<laughs> もうね。大好き。<laughs> 違うよもうね 18, 18ってねあの人生の体感体感18歳がもうあの人生の折り返し地点らしいよだからもう私人生折り返しますって感じなんだけどなんかねハ <laughs> ちゃちゃんとあのお話できる時間もあの <laughs> ツ,イツイートもおもろくて好きだしね <laughs> 全部全部大切な思い出なので。 あの2022年本当にありがとね <laughs> あ私もめっちゃ幸せだったあ,ありがとう嬉しいよ <laughs> 来年もずっとずっとよろしくねありがとね <laughs> でももうさなんか嬉しいからなんなら私が50歳ぐらいになってもそうやって可愛がってくれると嬉しい <laughs> ありがとう <laughs> ありがとうね <laughs> あ、ほのかちゃんもありがとう。あ、もりりんちゃん、ありがとう。<laughs> アイルスさん、ありがとう。あ、おみずさんも、よいお年を。おみずさんもありがとう。あ、ぼうさんだ。<laughs> あはは。とか言っちゃった。ぼうさん。ありがとうくま。<laughs> あ、ぼうさんだ。<laughs> 年越し前にお葵ちゃんの顔見れてよかったえっ、ー、こちらこそなんかさなんかさああのさなんかさあのー、なんだっけなんかまとめなんかまとめてくれてるのを見た <laughs> ああ、私ね待って坊さんにね待って待っていっぱい言いたいことがあるんだあ待ってね <laughs> あのねなんかねあ,のありがとう <laughs> あのねなんか あのさ <laughs> 待ってツイートがね全部面白いのもそうなんだけどなんかあのこの間のさちょっとショールームでさなんかちょっと本当に本当に申し訳なかったんだけどあのなんか坊さんがさこうツイートあ坊さんツイートをねあの全部全部見てるので <laughs> あのなんか嬉しかったなんか本当に本当に嬉しくてねなんか。 泣いたマジで一人で <laughs> なんかね嬉しいよなんかこんなに大切に <laughs> 思ってくれる人がいるっていうのはねすごい嬉しいしあの <laughs> 絶対絶対にあの将来一緒に過ごしてパピコをわけ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 しようね冬でも冬でもパピコをわけわけしようね <laughs> じゃまマジマジですあのねなんか嬉しかったの本当に本当に嬉しくてねなんか支えられてるなと思ったしね <laughs> なんか何歳になっても一緒にいたいなって思う <laughs> ああとあとね私ねマジでずっとずっとずっとマジでずっと言いたいことがあって。 あのこの間のさお話し会でさなんか最後の8秒くらいに「なんかあの好き」も言ったよ「好き」「大好きだよ」って言って言ったけど、ね、それだけじゃなくて私さでもさ時間が少なかったから仕方ないんだけど「あのあののイルミデートしようね大好きだよ」ってねイルミデートにねお誘いしたんだよ。ねイルミデート行きたいねって言ってくれてたからイルミデート行こうってさお誘いしたのにさ伝わってなかったんだけどどういうこと <laughs> お誘いしたのマジでだからさだからさあの冬の間にリミネートしようねよろしくお願いします来年も来年もずっとずっとよろしくねありがとうもうこ今日は今日はちょっとごめん無理だ 今日はね家で寝るからさごめんなさいあ断っちゃった <laughs> 1月でよろししくお願いします <laughs> ありがとう <laughs> 断っちゃった <laughs> でもよろしくこちらこそありがとう本当に <laughs> 鼻水止まらない、ね、さっきからさ体の震えが止まらなくて、うん、実はさあの田んぼをつけてないんだけど田んぼをつけてないんだけど これ来たら暑いかなと思って暖房つけてないんだけど暖房つけていいかな寒いちょっと寒いかもしれない歯の歯のねガタガタが止まんねえわ歯がガタ歯がガタガタガタいってるわあふみちゃんありがとうあモリリンちゃんもあタコみたいありがとうあミスター楓さん いよいよ年よ。あふみちゃんハートありがとう。あ、はちちゃん。わ。はちちゃん。いやー、ありがとう、また。嬉しいよ、ありがとう。<laughs> もう一回タワーを食ててしまいました。間違えた。わけではないんですが、間違え、間違え、あ、間違え。あ、あら、あ、じゃあ、あはちちゃん、はちちゃんといつかさ。あのー、なんか。 水族館とかデートしたら、あのー、タワーの代金分、美味しいものをご馳走してあげるね <laughs> あ。あいです。だって。ありがとう <laughs>。ありがとう <laughs>。でもね、伝わってる。もうたくさんたくさん伝わってるけど。さ <laughs> あ、コース出るはい。はい、承知しました。なんか美味しいさ美味しい。 なんか魚水族館で魚を見た後に魚の料理を食べるのは残酷かもしれないけど私とっても魚魚料理が食べたい気分だからさ水族館でデートして a の裏側と一緒に写真撮った後美味しい魚食べようねはははあやだって言われちゃったあなんで肉がいいなんで 魚いいじゃん <laughs> ありがとう魚いいじゃんじゃ私がオムライスを作ってあげるね <laughs> ありがとう天、ね、板焼きいいよ行こうな行こうないろんなところ行こうなありがとう本当に <laughs> 誰でもずっとずっと よろしくお願いしますあ、<laughs> オムライス <laughs> いや味しないかもちょっと無味だったらごめんねちょっとはちゃちゃんに作ってあげる日までに研究しとくねくーまくーまくーまたんは今日もかわいいあ、ギルさん I love you ありがとう I love ギルさんありがとうあ、坊さんストーブあ、<laughs> 寒いって言ったから <laughs> ありがとう温まりました <laughs> あ。あまささんもストーブありがとう。<laughs> あもりりんちゃん良い私よ,よ。かずよさんも良い私よ,としよう。<laughs> あミスターカイジさん可愛い,いありがとう。ありがとうあミスターカイさんまたありがとう。うううう花粉が止まらない。みんな最近はどんなどんなどんな日を過ごしてたんだろう。 私はねつい最近ねあの <laughs> つい最近全く1ミリもバスケの知識ないし1ミリも「スラムダンクの知識もないのに「スラムダンクの映画を見に行きました <laughs> 面白かったけど <laughs> 面白かった <laughs> 私の最近最近はそんな感じあとはねあとはだいたい家にいて まあなんかちょっとちょっとお仕事があったりとかあと何したかなあと家族で寿司食べたあ勉強偉い私もね課題に追われてね課題に追われてさゆうちゃんとねみつきとさあの。 オムライスをね、食べに行くなんか食べになんとなくこの日に食べに行くかみたいにねなんとなく話してたんだけどね課題がやばい終わらんっていうことでねすまん本当に申し訳ないんだが課題が終わりません本当にごめんなさいって言ってちょっと延期にさせてもらったあ申し訳ないあごめんでもオムライスがねあの、すっごく行きたいオムライスなんかさ渋谷なんかさ なんとかかんとか,なんと,か,かんとかプールなんとかみたいなさ <laughs> あの結構有名なさオムライスのお店さあるよねなんかこういうなんかちょっとお弁当箱みたいなのにさ入ってるさあれあれのなんかそこに行ったことがなくてすぐずっと前から行きたいと思ってんだけどずっと行きたいと思ってんだけどね。 え結構オムライスまとめとかでね頻繁に登場する多分有名なところちょっとオムライス界隈では有名なところ <laughs> オムライス界隈やばいな <laughs> 私もムチなんだけど「スラムダンク見ようかなえ面白かった面白かった「スラムダンクの好きなキャラはあ私マジで1ミリも「スラムダンクの知識なく 見に行ったんんだけどなんか弟に誘われてねね弟からね <laughs> お誘いを <laughs> お誘いを <laughs> されてしまいましてねあのー「見に行こう」って一緒に見に行こうってさ弟にね言われちゃったから私さ弟弟大好き <laughs> だからさ誘われちゃったからさもう見に行くしかねえだろうと思って。 一緒にね見にね見行ったそれなんかね全然市村も知らなかったんだけどあの私ねあの赤い髪の人が好きあんなあんな好きって思うキャラクターね超久しぶりに出会ったなんか赤い髪の人なんかあのさ桜木くんみたいな桜木桜木花道みたいな感じの名前のめっちゃ好きえああいう人本当に好きそうそれそれそれえ主人公なのその人が主人公なの え、え、あのののたくんみいいななが主人公じゃないのえずっとあの涼太んみたいなのが主人公だと思ってた主人公なの <laughs> 映画は涼太が主人公そうそうだから私さ映画しかさもう「スラムダンクについての知識一切なくさ映画だけ見えたからずっとさあのあの涼太んがさ 主人公だとあっあの桜木花道さんが主人公なんだへえ初めて知ったあそうなんだえっあの人さあの人本当に好きなんだけどなんか私「鬼滅」鬼滅も好きなんだけど「鬼滅」で伊之助がね伊之助がに本当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 に伊之助が大好きなんだけどなんかなんかちょっと伊之助っぽくないなんかあの映画だけからも知らないけど。 <laughs> 映画だけかもしれないけどちょっとなんか伊之助っぽいかもなんかねはっあああいう人ああいう人本当に好きいや鬼滅の映画もめっちゃ楽しみあ私さ伊之助さうちにいるんだよね伊之助うちにさこんぐらいのさ可愛い,い顔の伊之助がいるからさ伊之助と一緒に映画見に行く あジャイアンはねあんま好きじゃない <laughs> ジャイあのドラえもんだったらドラえもんだったらあのドラミちゃんが好きかなああごめん全然見てなかったあっるさんだありがとうありがとう <laughs> 少ししちゃおう <laughs> ありがとうくまー <laughs> なんかななんかなんだろうちょっと待って <laughs> ここでここでここであの伝えどうなんだろう <laughs> 伝えたらいいのかわかんないんだけど <laughs> あのねなんだろう本当に本当にね <laughs> なんて言ったらいいかな <laughs> なんかあのワヌさんがなんかもし。 なんか私のことをなんか好きじゃなくなっちゃったら私はどうなっちゃうんだろうってねたまに思っちゃうんだけどなんかすごいねとにかくね私に私に本当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 に大切でなんだろうずっとずっとねずっとねずっと一緒にいてほしいって思うんだ本当に <laughs>。 語彙力が語彙力かすすぎるなんか <laughs> なんて言ったらいいかな <laughs> なんかねずっと毎日で思い出すあのなんかライブのライブのこともそうだしあの古刹とかねお話し会でお話ししたこととか あのツイートしてくれることとかね全部気が付いたら毎日ね本当に無意識にもねはるさんのこと考えちゃうよ <laughs> どう伝えたらいいかな <laughs> いやガ,ガチ恋とかじゃなくて <laughs> ありがとう <laughs> ちょっとちょっと伝えたいことがいっぱいあるから。 お話会とかでまたいっぱい伝えられたらいいな <laughs> こちらこそありがとうございます <laughs> あの来年もねしゅしゅ座の B 型よろしくお願いします <laughs> ありがとうあなんかこの間はこの間はさ心配させてしまったかも <laughs> あのねなんか なんかねちょっと心も体も <laughs> あんまり元気じゃない日だったからさなんかちょっと心配させてしまったかもしれないんだけどなんかああやって会えるね一日会いに来てくれるなんか一つ一つがさ本当にさなんか特別だと思ってるからなんかもっと元気に頑張ればよかったって本当にすごいね反省してなんか心配かけちゃってごめん <laughs> あそあーありがとうでもね なんだろう私はこうなんかちょっと待ってこの,この話ちょっと後でしよう <laughs> なんかやっぱちょっと一年の最後なのであのもうちょっとねいつもヘラ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 しちゃうからさちょっと真面目な話をもうちょっとしようと思って <laughs> でも本当にねなんか助けられてばっかりなんだけどなんかなんかずっとずっと <laughs>。 一緒に入れたらいいなと思うから来年もどうかよろしくお願いします <laughs> ありがとう本当にありがとう <laughs> あ全然言わなかったか <laughs> どこまでやったかなあカジーさんありがとうあワルさんヨよ,いよとしよう <laughs> あ星もワルさんありがとうああけみさんヨよ,いよとしよう 甘いにゃん結婚して喜んで幸せにしてねありがとうあなおたんもありがとう <laughs> 真面目 <laughs>、ま、<laughs> な話あおたんありがとうありがとうありがとうくまちょっと寒いありがとうなんか <laughs> なおたんにね ありがとう本当に。あのさかさの日にさ会えた時にさなんかかわいすぎてさ本当にさなんかちょっと反応がさあの気持ち悪かったかもしれないんだけど「<laughs> なおたんかわいい!可愛いよ」と思ってあの <laughs> なんか <laughs> お話し会の時も話せるのが嬉しくて「なおたんかわいよ!」 反応がね反応がちょっとちょっとえって感じだったら申し訳ない <laughs> あえて幸せあ私もよなんかさなんかねだからね奈央たんと一緒に <laughs> 一緒にいてなんだろう <laughs> いや私の方が反応やばかった絶対に絶対に私の方が反応やばかった なんかねだからずっとずっとねなおたのねなんかお隣が似合うようなねかわいいかわいい女の子でいれるようにね頑張るぞっていう気持ちでいる <laughs> 隣空いてる <laughs> ちょっとちょっと隣あの私だけでいいですか <laughs> 私だけで <laughs> キモいキモいちょっとキモいごめんーん <laughs>、ね、重い重いよね <laughs> お願いします嬉しいなんかね多分なおたんが思ってるよりね私はなおたんのことがねずっとずっとすごく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 大好きだからね <laughs> なんか出会ってくれて本当にありがとう来年もずっとずっとすえなくよろしくお願いします <laughs> ありがとう <laughs> いや恥ずかしい恥ずかしいよあ、まゆもハートありがとうありがとうね さ激 <laughs> 最後でもヘラヘラヘラしてないよ真面目だった真面目だったよ私はいつも真面目です常に常に真面目ですくーまあそうだカラオケやろうと思ってたんだ時間あるかな もうかむくみがむくみがばれちゃうよカレで生活しようあれどっかにあったかなむくみやばいよ本当に今日えっ待ってチ血見せたらやばいチ血見せたらショールームってバーンされる なんかさここになんかさ傷できちゃったんか切れてんだけどここ知らな間になんか <laughs> 指切れてた怖っまっいっかなんか前髪がさダメになってきたな <laughs> 血やばいあバンされるあやばいごめんなさいごめ,ごめんなさい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  ごめんなさいはい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。水飲みたい。い 水がりたいーいあすごいむくんでるでも前髪がもうダメだ前髪が前髪ね今3点どうしよう あ、マイにゃんハートありがとう何歌ったらいいですかクーマ、ま、クーマ、ま、クーマ、ま、前髪3点3点ブラジールブラジール了解カラオケ イ,ヤリーイコールジョイ来たぜ来たぜあフラジールだけが入ってんだでもちょっとさ今日一回も歌ってないからさ本当に下手くそだったら本当にごめんなさいまあ忘年会のカラオケっていう設定でお願いしますよ 本当に前髪がダメなんだけどもういじればいじるほどダメになってくるよし歌います「回ってくらっちもう心配なんだよプラッチって君だけに聞いてしい 「孤独な君へ私歌を届ける」「涙流したままでいい今は聞いて光り満ちた世界はちょっと眩しすぎる」「手をつないで遠いところへ逃げ出そうよ」「私だけ信じてこの歌に委ねめて」 全部忘れてねここで歌おうほら笑ってフラジルもう心配なんだよフラッチ空の色何色か君に教えてほしい寂しそうなフラジル今君に届けフラッチ泣いてることは秘密だねこれは二人だけの 「が頑張る君へ何も聞かないからね」「頑張ってる君は今日も輝いてる」「少し休んだ後は全て遠く見える」「歩みは遅く縦に進んでるよ」「あなたよ遠くで今はまだ掴めない」 だから固くね、れちゃうレ、ね、ッここで。笑おう、私たちはのけ。でも遠く見えるジョイフ、まだいけるでしょ。やれるはず、君がまぶしすぎる。どこからだよ、のけ。ほら、なんとだってチャレンジ。私がもし、転んだら、君が手を振ってね ニアジョイ夢見ることは自由大人はそう言うけど夢見てられる環境はなんて弱音じゃない限らず 握りりめ振り絞る君を「私は見てる君が力だ」「まだやれる」って証明するんだ「いやわってフラジル」「今僕だけでしょ」「フラジルって、ね、君だけに聞いてほしい」「これは太いの歌 フラティルトの一歩が今さんに泣いてたことは秘密だね今日も二人ため空が青い。めっちゃいい。めっちゃいい。じゃあ。やあありがとうございます。ちょ声がカスカスだったかも。 声がカスカスだったかもしれないけどごめんなさいあマサさんありがとうまことさんありがとうまりこちゃんありがとうあはちゃちゃんもあのぞみちゃんもミラーボールありがとうあまゆありがとうはちゃちゃんもなおたんもありがとうあはちゃちゃんもミラーボールありがとうあまりこちゃん尊いありがとうあギルさんもペンライトありがとう あ、ハチュちゃんマコトさんもありがとうあ、ギルさんありがとうあ、ハチュちゃんありがとうあ、マユユもギルさんもありがとうありがとうねカキ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 これがあるとさちょっとさ、歌いにくいんだけどさこれがないとさむくんでることがバレちゃう あーやばいやばいこっちのほうが歌いやすいかもしれない何がいいですか あ、はにかみショート多いなハニカミショートってさ入ってるのかなやむくんでることがバレちゃうハニカミショート倒おーっと倒わせていただきますんーあったー はい。じゃあ、はにかみショート。歌おうかな。今日の街を<ん>。<っ>僕は駆け足君が振り向いた。雪で光る宝物。 「洋室シャンプーの甘さちょっと慣れなくて」「変なリアクションでごまかす」

「道ようにすり抜けて」「二人手を住まいで走ろう」「初めて見た映画の帰り初めてキスをしたあの道も全部全部忘れていないんだ」「再度もしつかま ないから「君は君は何かにちゃったね」 さあ、歯がさあ、ガタンガタンしちゃってさあ、あのー、伸ばすところがさあ、なんか、ガタ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 ブル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 ブブって感じでさあ、もうなんかカスカスって感じなんだけどさあ、本当に、ああ寒いから暖房飲んであげちゃおう, <laughs> うわあありがとう むくみがむくみがばれちゃう痛ったったむくみがばれちゃうどこまでよだから忘れちゃったよーあポクソートさんありがとうあまりこちゃんもありがとう初見さんな読めないかもにせ ミサラルルルタウスタノトさんありがとうございますあ <laughs> あマリコちゃんありがとうマセさんありがとうマリコちゃんありがとうはちちゃんありがとうああまた読めないごめんなさいたこたこたこ,たこありがとうみみみせるらんととにうすたのとさんありがとうございます <laughs> 読めなごめんね。マこトさんありがとう。おみずさんも。ああ、また。ああ、あみ、みせるるら、と、に、うす、た、の、と、さん。ああ、読めなくてごめんね。ありがとう。な, <laughs> な, <laughs> な<笑><笑>ぞみちゃんありがとう <laughs>。あ、ほずーさんありがとう。ありーさん、ありがとう <laughs>。あ、まりこちゃんありがとう <laughs>。あ、はちちゃんもありがとう <laughs>。 あモリリンちゃんもありがとう。あ,モリリンちゃんありがとう。あ、またあ、また読めない。あ、あ、み、みせ、みせる、みせる、な、と、に、う、す、た、の、と、さんあ。ありがとう。読めなくてごめんね。なんて読むの、これあみ。なんて読むのかわかんないよ。ごめん。ありがとう、でも。うん あ、なんか可愛い絵文字送ってくれたあ,ありがとう私も好きよありがとう、まあ、ちょごめんね読めなくて何て <laughs> 読むんだろう <laughs> あ何の曲が何の曲がいいですか次は髪の毛かさなんかちょ待って, <laughs> 待って髪がボサボサだ 髪がだあ、神がサボサだ。ミシェラン・トニスさん、素晴らしい天才現る。ミシェラン・トニスさん、ありがとうございます。何がいいかな ひどいむくみインシデントって言われたうんひどいよ <laughs> もういいずっとこうしてる君音眞滅君音青サブ君僕青サブ 夏の花はひまわりだけじゃないサビサビはね分かると思うけどあれあの A メロ B メロが歌えるかわからない青サブ高いんだよね青サブ高くてカスカスだと思うけどそれでもよかったらそれでよかったらもう絶対にカスカスだけど。 絶対にカスカスなんだけど、高すぎて座ってるし座ってる。座ってるとね。なんかわからないけど、本当に高い声出なくて。 じゃあ青サブ青サブでも立ってもなんか私本当に声量がやばくて声量がなんかでかすぎる <laughs> なんかあのねディレクターれるディレクターさんとかにもね「声量あるね」って言われる。 声量マジで声でかくて私マジで声でかくて立ってガチで歌おうとすると声でかっかのね家壊れちゃうかも声がでっかすぎてだからちょっと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 ねゆる ちょっとそ,そこまではいけんじゃあちょっとカス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 になっちゃうと思うんですけど「青春サブリミナル」歌いたいと思います <noise> ってさで聞いた」「本当かまだわからないけど」「チャンスはきっと探せば」 まるカスカスですカスカスまないくーまはいライブではもっと真剣に歌ってますのでお願いします。 あ、どこまで読んだか忘れちゃった。あみやびちゃんハートありがとう。あなすなすさんもなかるぶありがとう。あみやびちゃんハートいっぱいありがとう。あまささんペンライトありがとう。なすなすさんもペンライトありがとう。あまことさんとはちちゃんミラーボールわありがとう。あまささんまたペンライトありがとう。 あ、ギルさんもありがとう。トチさんもありがとう。あはちゃちゃんとまことさんありがとう。チャッキーさんありがとう。あ梅メタロさん星ありがとう。あモもりりんちゃんパチパチありがとう。くーま。君僕か君をと聞きたい スパークル。ノイミーさん。君音。君音多いな。びっくり、びっくり、びっくり、びっくりんご。 この恋とランチでもあれすごい高いマホロバで大西を食べした <laughs> マホロバ大好きスパークル多いな自分参加いいよね受験生頑張って偉いもうちょっとかな私が応援してます君音多いから君音にするかキーあった では歌わせていただきます歌を 声ローラ早くなるお馴染みのネイトちょっと先輩飛ばしすぎボール通りは僕なのに音楽室の方に敷いていた時そこにダメって手並ぶふわりスカートキンピカピカとランペゲート同じクラスなど歌でホむム今の 「なんかちょっと耳とけてしまったんだ」「だから今、勇気出して言うよ君の音だった 「苦いまひロいんで涙あふれこ独くな夜」「僕が今になって登りたい,いつもよりちょっと目にワックスをつけた髪は」「少し自信触れるおもしろいプ どこまで読んだか忘れちゃったな。どこまで読んだか忘れちゃったな。 あ、トッチーさんよいお年をまことさんともりりんちゃんあ,ありがとうミラーボールこうきさんあ,ありがとうどこまで読んだか忘れちゃったな17分間わかんないやごめんなさい <laughs> ハモリしか分かんなくてさ あれってさ菜々香さんはさ普通のあのサビ普通の1サビとかと同じ音程で歌ってるってことなのかな <laughs> そこしかさあのもモきゅんさんのパートしかちょっと <laughs> 音程が分かんなくてちょっと分かんなかったからさ「君と私の歌スパークル?」 スパークル多い気がする君と私の歌、まあ、あれも高いんだよねスパークル多いちょっとむくみを隠さないとスパークル多い 「星僕みたいで嫌だなそんな光り方何も見えないよ」「ハートは黒ずで君しか見かけない」「ねえ」「電車でギュを揺られ君を思う」「あの広い空から僕はどう見え 「もうちょっと苦しかった」「僕しかわかんないだから誰も触れないで」「人が思うよりも深くて甘い海を泳いでる」「僕しかわかんないだから孤独でいてもしい空がこのまま飲み込んでくれたら」 頑ばれちゃう <laughs> もう50分だやばいもうちょっともうちょっともうカラオケごめんいっぱいいっぱいいっぱいリクエストをしてくださったのにちょっとちょっともう時間がないかも <laughs> また来年いっぱいいっぱいいっぱい歌いますありがとうちょっと引っこ抜きますこれをあっとないあった ちょっともう、むくみがやばいからこれでこれでさ、これで私は年を越す前歯めっちゃ大好きスパークル。 なんかこの歌詞みたいなことをねみんなに対して思ってるよ <laughs> みんなに対して思ってる <laughs> 思ってるあのねみんなみんなってみんなって言ってるんだけどねあのー、本当にあのー、勘違いしてほしい自分自分に言ってくれてるんだなって <laughs> 勘違いしてほしい <laughs> みんななんかみんなって言葉さ難しいよねなんかさ あそういえばさなんか年なんかは知らんけど私のさ私のブログがさあのー、年明け一発目にさ出てしまうみたいでさなんか激おも激おもなんだけどちょっと覚悟してほしいぐらい激おもなんだけど <laughs> うんもう年明けから胃もたれするってぐらいね胃もたれするよってぐらいねほんと激おもなんだけどあのほんとねみんななんかさなんか 本当に一人一人が大事だからなんかみんなみんなって言ってんだけど本当に勘違いしてほしい <laughs> よろしくお願いします <laughs> 勘違い勘違いしてほしいってか勘違いじゃないんだけど勘違いじゃないんだけどあのみんなみんなってその大勢に言ってるんじゃなくて <laughs> あの言ってますよってね。 自分に言われてんだなってね。おっといてほしい <laughs>。本当になんか自分は、じ、なんかみんなってね、スルーしないでほしい <laughs>。あ、あなたって言えばいい。なんかあなたってさ、なんかさ、あれじゃん <laughs>。よろしくお願いします <laughs>。なんかね、なんか私は本当にね、なんか今までね、なんだろう。 なんか本当に今でもなんだけど誰かに誰かに応援してもらえる <laughs> ようなね人間かは分からないんだけどなんかねこんなにこんなにねこんなに頑張れることをねに出会えたのは初めてだからなんか本当にちょっと待って <laughs> なんか学校もね学校もすごく優しい大人の人は <laughs>。 周りにいっぱいいたんだけど親も優しいし友達も優しいし先生もすごくねあの恩,師恩師って言えるぐらいのすごく大事な先生とかにもね出会えたりしてだけどなんか学校も <laughs> 学校をねあんまりねなんか中学の時とかも頑張れない時とかも結構いっぱいあったし本当に心も体もカスカスにカスカス人間でほんと生きるの向いてない人間なんだけど。 なんかなんか初めてこんなふうになんか自分でなんか自分からアイドルになりたいと思ったのも初めてだしなんかこんなにね頑張りたいと思えることに <laughs> 出会ったのが初めてだからなんか私がねこれこのこの。 1>, <laughs> 1年目なのに何を言ってんだって感じだけどなんかアイドルをなんかやり,やりきったやりきったって思ってなんか強くなれたなって思える日までずっとずっと一緒にいてほしいしもっと強くなれた私とも一緒にいてほしいしなんかだからあんまり強くないんだけど。 なんか初めてこんなに頑張ろうと思えることに出会えたからなんか頑張ってるみんなのことをとってもとっても毎日応援してるし私もそのおかげでなんか頑張ろうとね思えるから <laughs> 卒業しししままませせせんんんだ,だからその何 <laughs> て言うの <laughs> あの頑張ろうってねめちゃくちゃ思ってるの。 アイドル頑張ろうってめっちゃ思ってるからあの私が強く強くなれる日までずっとそばにいてほしいし強くなれてからも一緒にいてほしい <laughs> あのなんかだからねなんかわがままかもしれないんだけど。 本当にあの頑張る頑張る私を応援してほしいってキモいんだけど頑張るみんなのことをとってもとっても毎日いっぱい応援してるしなんか初めてこんなに頑張ろうと思えることに出会えたので今年あのそれをずっとそばで応援してくれたらいいなって思うしその先の人生も <laughs> そばにいてくれたらいいなって思うし。<laughs> <laughs> とにかくいつもありがとう<笑><笑>そうなんか本当にみんながあのいるからあの精神保ってます本当に心も体もカスカスカス生きるのに向いてない人間に向いてないどうして人間に生まれたのかな もしかしたらプランクトンとかに生まれた方が良かったんじゃないのっていう人間なんだけど <laughs> あのみんなに出会えて <laughs> 幸せです <laughs> そうそうもう本当にね激おも激おもだよね多分みんなが 思ってる20倍ぐらいは私は本当にあんまり何もできない本当に何もできない人なんだけどなんかこんなに頑張りたいと思うことにも初めて見つけたしなんかみんなが。 幸せでなんか多分あんまりね <laughs> あんまり強くないことも多分バレてると思うんだけどでもあの明るい明るい私も事実だからあの強くない強くない私も私だけどなんかうわーなんかヘラヘラヘラしてなんかバカみたいななんか。 ちゃんと明るい部分もちゃんと私だから全部全部みんなに見せてる部分全部全部全部本当の <laughs> 私でだけどみんなと会える時間なんかライブとかお話し会とかなんかショールームも全部そうだけどなんかそういう時間はこうなんかお互いねんなんか心配もかけたくないし幸せでいたいからなんか。 あ、なんかカーテンが動いてる怖いか、私ね、あのカーテンが動く機械を取り付けたの。だからちょっと今ウィーンってなってるけど、ちょっと心配しないでカーテンが動いてるの。あの、ちょっとうるさいよあの、うるさいようるさいって、そうカーテン動カーテン動いて、こう朝日をね、入れる機械をね、買ったの。ちょっとうるさい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 ,るさい黙ってくれる <laughs> そうカーテン動く、ちょっと時間に4時になってから動い,動いたんだ。閉まってる。朝開いたカーテンが、 閉まってんだけど <laughs> ねうるさい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 ってね <laughs> <laughs> 聞こえてるこのウィー,ウィー,ウィーってやつまあいいやああ <laughs> 長いんだよ今ねちょっとあうるさいうるさいうるさい うるさい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 ってあもう本当うるさいうるさいってもういいよもう聞かなかったことにしてくださいあ止まった止まった <laughs> あ何話したか忘れちゃったよ <laughs> 何話したか忘れちゃったけどあのーなんだろう <laughs> 多分ねみんなが思ってる みんなが思ってる多分20倍ぐらい本当にみんなのことがね大好きで大好きで必要であの私にいなくてはならない存在で本当に毎日毎日思ってるからあれでもよろしくお願いしますお願いしますお願いしますはは <laughs> じゃ,あじゃあそろそろもう4時過ぎちゃったわ <laughs> 4時過ぎちゃったわ来年もよろしくねありがとう <laughs> あ夜はねちょっと家族でのんびりのんびりって感じかなだから配信できないかも でもほんとに毎日みんなのこと考えてるからもうかん勘違いしてほしいみんな本当にねみんなってこうぼやっと考えてんじゃなくて「はいあなた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 ,あなた考えてますよあなた」っていう感じだから <laughs> ねえ自分自分私今葵ちゃんになんか思われてんだなって思って,てほしいちょっと待って重い

よろしくお願いします <laughs>。って言われちゃうんだよね <laughs>。笑い方「魔王」って言われちゃうんだははははって言わなんか本当にさ本当にさなんかこうやって笑おうとしてるわけじゃなくてさ気づいたらこの笑い方になってるの <laughs> ま。もっともっとね「あはは、はははははッはって笑いたいんだけどね。「あはははははって笑っちゃうんだよね <laughs>。ちょっとじゃあランキングを読んでお会いしようかな。 あ、待って待って、読んでなかったけどあれあれかも坊さん <laughs> 坊さんがあのザ・タワーっていう感じのタワーを投げてくれてるかも全然気づいてなかっためん、ありがとうあ,ありがとうくまありがとうね <laughs> ねなんかなんかさあのごめんねちょっとね あの感じてか好きだからなんだけど <laughs> なんかでもねなんかいつからねなんか好きになったとかねなんか私はなんかあんまなんか気にしないというかなんかそれよりなんかこれからも本当,本当に本当に本当にずっと一緒にいてくれるのかって気持ちでいる <laughs> 本当にささんかさ 3年3年ぐらいしてもさ好きでいてくれる <laughs> なんかさなんか例えばさ1ヶ月ちょっと早くさ好きになった人にさちょっとうらやましいなと思ったとしてもさもうさ私さたまにね思い出すんだよね最近ねショールームとかねなんかツイッターとかなんか「はちょっと行方不明ですが行方不明だけどあの子は何してるんだろうな」ってねたまにね <laughs> 思うことがあるんだ。 まあ別にいいんだちょっとちょっとの間でもね私の人生にいてくれたからそれでいいんだけどそれでそれで嬉しいんだけどそれで嬉しいんだけどずっとねこれから先いてくれるっていうことの方がずっとずっと重要 <laughs> 一緒にいてくれる <laughs> ありがとう <laughs> これはね大丈夫嬉しいやつだから悲しいやつじゃないんだ <laughs> 悲しいやつじゃなくて嬉しいやつ <laughs> なんか坊さんのツイート <laughs> あ面,白面白くて普通に笑ってる時もあるしなんか全部ねなんか元気出る時もあるしなんかあしいなんか私弟のこと大好きで弟となんか弟みたいな人と 弟みたいな人が旦那さんとかなんか弟みたいな人があのー、と一緒に暮らせたらいいなって思ってるんだけど <laughs> ちょっと気持ち悪いこと言ったらっごめんなんだけどなんか坊さんがちょっとちょっとねあの弟の感じにね似ててねなんかねなんかねなんかね <laughs> ちょっとこ,こんなこと言われたら嫌かな <laughs> なんかね私の弟とねちょっとなんか性格というかねなんか一緒にいてなんか <laughs> はってあうれしいなってね <laughs> なるところが <laughs> ちょっとだけね似ててねなんかね なんか嬉しいご意欲来年も <laughs> よろしくお願いします <laughs> ちょっとごい <laughs> 終わり方強引でごめんね来年もよろしくね <laughs> 弟大好き <laughs> はいありがとう <laughs> あと全然読んでなくあマサさんよよとしようあ名前さんよよとしようマユハートありがとう ありんちゃんハートありがとうあオおつーだお疲れおっつー <laughs> マユーありがとうトチさんもハートありがとうわーいでは良いお年を私はねあのイコラブさんのあれを見る「桃色歌合戦」あれを見て「紅白」を見ておそばとうどんどっちも ありえない量を食べて <laughs> 次の日むくむそしてお菓子もいっぱい食べるあ、見て眉毛があどんな時でも考えてるよ <laughs> みんなのことあ、キモいな眉毛がラーメンは昨日食べちゃったじゃあそろそろ記録あ,あ,あ、ランキング読んでないわ じゃランキングを読んで終わりにしようかなと思いますはい13位みやみちゃんありがとう、みやみちゃんそして12位、すどさんありがとう、すどんさんそして11位、あずちゃんありがとう、あずちゃんそして10位は、まゆゆありがとう、まゆゆそして9位は、そらぴゃありがとう、そらぴゃ そして8位はヨシノありがとうヨシノそして7位がのぞみちゃんありがとうのぞみちゃんそして6位がワルさんありがとうワルさんそして5位が梅太郎さんありがとうメタロさんそして4位がもリりンちゃんありがとうモリリンちゃんそして3位がセ輩、パイありがとうセ輩、パイありがとうそして 2が坊さんありがとう坊さんそして1がドゥルドルルダンはちゃちゃんですありがとうはちゃちゃーんありがとうねありがとうえっとお名前をお呼びできなかった皆さんも、えっと、いっぱいコメントとかかわいいギフトとかあのう、ー、れしいなんか。 ありがとうっていうコメントもなんか、うれ、全部嬉しかった。あとツイッターとかも本当にマジで全部見てるので。あの、なんか嬉しいよ。いつも本当に本当にありがとう。来年もまたよろしくお願いいたします。今年は出会ってくれてありがとうございました。<laughs> ありがたねー。あ、たばたん、よいお年を、よいお年を。あ、そうさんも、よいお年を。 あ、ひなさんありがとう。かしこし。ねえひらやありがとう。<laughs> あ青田今来た。仕事おさめしてきたからほめて。おひ頑張ってない。その労働で世が動く。天才ノーベル青衣賞。二千二十三年もよろしくね。 あ待って、待って切れない、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 ちょっと待って、切っていいよって言って、切っていいよって言って、<laughs> 待って、前髪がもう、マイナス5億点。はい、あよかった。<laughs> じゃあ、バイバイ、また来年会いましょう。バイバイ、キン。あれ バイバーイ、あ、くまたん。バイバイ、くま、ありがとう、くま。来年もよろしくクマー、しくま。よろしく、ま、よろしく、ま。